どうも三宅です。この時期はよく眠れますね。6時起床、日の出を待ちます。6時35分鹿児島県指宿の日の出です。7時半の朝ごはんを待つ間、ニューヨークタイム早起きのご褒美ですよね。こんな景色を見ていたら嫌なこともみんな忘れちゃいます。朝ごはんは昨夜は温泉卵だったんですけど、お豆腐が温泉に使ってます。今朝もボリュームたっぷりの朝ごはん。子供の頃から残さず食べなさいのしつけを守りまして、お腹いっぱい満腹です。それにしてもこのテーブルの温泉気に入っちゃいました。お部屋のバルコニーから昨日のお題の酒蒸し会館サラク、朝から蒸されに行く方いらっしゃいますね9時過ぎに観光タクシーをお願いしてありました。タクシーを待つ時間はバルコニーでコーヒーブレイク、まだ時間もあったんで昨夜のリベンジでダーツ、何度かやってやっと真ん中付近へ。センスはないですね9時を過ぎましたので名残惜しいんですけど、お部屋を後にいたします。観光タクシーって意外とお高いじゃないですか。昨日のタクシーの運転手さんにね、現在鹿児島県では楽めぐりと称してタクシーやレンタカーを使うと最大5000円割引なんて太っ腹な企画があるってことだったんで利用することにしました。列車の時間までの1時間半、指宿に来たらここに行かないとっていう場所を案内してもらいました。正面の山は開聞岳、標高924メートル、薩摩富士って呼ばれてるそうです。何これ珍百景で紹介されたお土産屋さん、夫婦喧嘩のため本日臨時休業、面白いですね。私より一回り先輩なんですけど運転手さん元気です。真夏にはウミガメが上陸をして産卵今でもしているそうです。それで浦島太郎伝説ができたみたいですね。そしてこちらが薩摩長崎花灯台、全国に51箇所あるうちの一つ、恋する灯台に認定されているそうです。薩摩長崎花灯台からぐるっと右手には開聞岳が見えます。指宿に来た時にはここ長崎花を訪れるのがおすすめ。釣りをされる方への情報です。鹿児島県では毎年マダイの稚魚を6万匹放流しているとのこと。よく釣れるそうですよ。息を切らして登った先には竜宮神社、登録旅で1位になれますようにとお参りしました。運転手さんによると、昔は宮崎県やここ鹿児島県はハネムーンのメッカだったそうです。念願かなって指宿の玉手箱に乗車します。箱と同じツートンカラーです。10時56分発11時47分鹿児島中央駅着、昨日の各駅に比べると23分も早いんです。それもそのはず、途中喜入駅1箇所に止まるだけなんですよね。窓側の窓を向いてる座るカウンター席がメインで、全部指定席です。私の席はこちらカウンター席です。残り2つだったんでラッキーでした。列車は前を向くか窓に背を向けるかっていうのが普通じゃないですか。だからとっても新鮮、景色見放題です。これだとまず昼寝はできないですね。お土産にキーホルダーとタオルを買って、あっという間の乗車でした。降りると煙が、水蒸気なんですが玉手箱を開けた演出、非常に楽しい指宿の玉手箱乗車でした。改札を出て鹿児島中央駅の外に出ますと、駅に観覧車があるんですね。ここからは車で移動、日本レンタカーさんです。
返却場所をどこにするか相談しました。サイコロ次第なんで迷うところなんです。明日のお昼頃、熊本駅近くの営業所に返却することにしました。朝ごはんたっぷりいただいたんですけど、時刻は1時半、九州自動車道上り桜島サービスエリアでお昼休憩。おじゃったもんせなんて意味なんでしょうねとレストランのレジの方に聞いたら、いらっしゃいませだそうです。とっても迷ってしまうほどメニューが豊富、ご当地食材がいろいろあります。今日のお昼はこちら、鹿児島の黒豚、生姜焼きとメンチカツのセット。迷った時はセットものがいいですね霧島神宮に向かって走っていると気になる看板を発見。今日もまたね、時間を押してるんですけど、ついつい神話の里公園です。あの上に登ればさらにいい景色が見えるんだろうなと思いながら、この場所から景色だけを見てお題の霧島神宮へと向かいます。神話の里からは20分ほどで霧島神宮に到着しました。時刻は午後3時32分。坂本龍馬とお龍さんを発見しました。霧島神宮に新婚旅行で訪れたようです。長寿屋でお清め。ここね、柄杓がないんです。コロナ対策なんでしょうか。龍の口から水が出ていまして、非常にね、これ合理的ですよね。身も心も清めまして、この後は本堂に向かいます。だいぶ疲労が溜まってきてますんで、今日のお参りはですね、すごろく旅最後まで体が持ちますようにと二礼二拍一礼して参りました。こちらが御神木、樹齢800年、高さ38メーターです。この御神木から見たら私などまだまだひよっこですね。もみじが青々としていました。紅葉の見頃は11月の下旬頃だそうです。今日の宿泊先霧島だから温泉にしようか迷ったんですが、こちらホテル京セラです。宿泊棟が2つありまして、通路でつながっています。フロントでチェックインを済ませてエレベーターに乗り込みまして、吹き抜けがありましたんでね、撮影しようと思っていたところ3階に泊まり、ドアが開きました。あれ、おお、まさかホテルだと思わなかった。まさかあえて外したの。俺もあえてですよ、あっちを。どうせ、もう一回休止にいれば。まさか偶然に驚いて嬉しくてね、何を喋ってるか分かりませんね。お部屋は428号室、プラスチックのカードキーなので問題なく開きます。明るいお部屋に入って、まずはクローゼット、ズボンプレッサーと消臭剤もありました。この荷物置き場が多いのは非常にいいです。デスクカウンターがあって、テーブルセット、ぐるっと回ってツインルームです。窓の景色は通路の屋根。ちょっとがっかりしたんですけど、翌日の朝ね、非常に役に立ちました。ベッド側にもう一つ大きな窓がありまして、この窓からは綺麗な夕日を眺めることができました。浜ちゃんとは博多でも同じホテルだったんです。こんな偶然めったにないので、お食事にお誘いいたしました。その前にお洗濯、明日着るものがね、もうないんですよね。長い通路を渡った向こう側の塔にコインランドリー。行きはエスカレーターじゃなく、歩くじゃなく動く歩道ですね。こっちが上りなんですよね。コインランドリー、いろんなホテルで使いましたけど、洗剤がサービスというのは初めてでした。帰りは自力で歩いて通路を渡ります。この吹き抜けのエレベーターがかっこいいんですよね。どこかで見たことあるなと思って、そうだ、北海道の札幌プリンスでも同じようなエレベーターがありました。
き抜けの真ん中にチャペルがあって池もあって、ほんと素敵です。洗濯が終わって乾燥機をかけて夕ご飯の時間です。浜ちゃんとは現在3位タイ。お互い頑張ろうねとビールで乾杯。バイ。偶然浜ちゃんと会って楽しくなっちゃったんですよね。初めのうちは撮影もできてるんですが、楽しくて嬉しくてお酒がどんどん進んじゃいました。こちらはさつまいも、じゃこ、ニラ、ノーマルのさつま揚げ4種、美味しそうなお刺身7点盛りです。サイコロの時間もあるんで1時間だけにしようねって約束してたんですよね。記憶のあるのはこの辺りまで。8時過ぎまで飲んでしまいました。浜ちゃんにはね、迷惑かけたんだろうなって思いつつ、未だ謝罪もしておりません。記憶は途切れ途切れなんですけどね、洗濯はちゃんと取りに行ったようです。生乾きだったので空調で乾燥、朝にはカラッカラに乾いてました。疲れを取るためにこんな酸素カプセルも頼んでいたんです。この時8時40分、ベロベロの状態でサイコロタイムが始まりました。ちょっと待ってね。気になります、気になります。体質ガチ寝ですよこれ。はい、大丈夫だよ、うん、いやー、三宅さんも今回が最後ですかね。そうね。大丈夫です、うん、恒例のためを出すっていうね。よし、それでは、はい、5いただきます。いきます。せーの、よいしょ。うわ、危ねえ、危なくねえか。やったわ。はい、酔っ払いのジジイがですね、皆さんに迷惑をかけてしまったようです。円一さんは1、33の菊池にいましたので34のタマナブレーキかかりましたね。ダーチーさんは3、36の上天草にいましたので39の島原、まっちゃんはまたまたブレーキ2、18の日南にいましたので20のしぶしかぶりました。浜ちゃんは7、ちょっと飛ばしますね。27の霧島、私と同じ霧島にいましたので34の玉名、そして私三宅は4、27の霧島から海老野、泉、人吉、そして31の八代です。八代といえば歌手の八代亜紀さんの出身地。私はお酒はぬるめの缶より熱缶が好きですけど、明日以降は飲み過ぎに注意したいと思います。そして10時、頼んであった酸素カプセルのスタッフの方から電話をいただきまして、もうすでにねカプセルに入ってます。1時間の酸素吸入。11時過ぎまでぐっすり寝てしまったようです。ここでもスタッフの方に迷惑かけてしまったみたいです。ごめんなさい。バカは死ななきゃ治らないって言いますけど、私のためにあるような言葉ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これに懲りずですね、どうか次回もご視聴よろしくお願い申し上げます。それでは次回もお楽しみに。